沖縄空手の鍛錬型鍛錬法を首里手系、那覇手系、上地流系の順に演武、さらに各流派の代表的な型国際交流演武、首里手系、那覇手系、上地流系以外の各流派の代表的な型、そして沖縄独自の鍛錬具による鍛錬試し割の順に大演舞会が開催されたのです。首里手系生さんです。安定した足技で呼吸法、技術の安定性、耐久性を習得する方です。首里手系の平安初段です。糸須安光先生が考案された方で、首里手系の代表的な方です。首里手系八歳将です。この方は古来達人の作として伝えられ、転身としての巻き手と手刀受けの技が多く用いられています。首里手系代表的な方、最後はワンカン。この方は古い方に属し、泊まり方面の武人たちに継承され現在に至っています。那覇手系の代表的な型をご紹介します。サイファー、五十流回収型の一つで、外し技や裏剣、剣椎の打ち技、上げ突き、すくい受け、蹴り技など多数の技があり、足運びに特徴があります。那覇手系西円鎮です。この方は突きや蹴りがないのが特徴で、四股立ちが多く足腰の鍛錬に効果があり、裏剣や上げ突き、張り受けからの投げ技が取り入れられた理想的な方です。那覇手系生さん、五十流流僧宮城長順先生は生さんと西円鎮を主に教えられ、生さんは膝蹴りを特徴とします。那覇手系思想鎮、この方は比嘉女官僚先生が中国に渡り継承してこられた伝統的な型で、後に宮城長順先生に五十流の型として受け継がれました。ここからは
上地流系の代表的な型を紹介します。最初に生さんです。生さんは実戦に即応しうる技法を練磨するための型です。回収技がほとんどで、鶴の一本立ちの構えなどの技法が特徴となっています。上地流系最後の型を紹介します。三星流。八方に敵を想定し、それらに相対する動きは変幻自在な身寄りとなり、円と直線が交錯する演武線は華麗。姿勢は変化に富み、力、速さ、美しさが一体となった型です。続いて海外142カ国4000万人の愛好者を抱える沖縄空手古武道の世界で活躍する皆様の紹介です。少林流ブラジルの皆様です。劉英流アメリカの皆様です。引き続き沖縄古武道を紹介します。沖縄古武道は沖縄古来の農機具や生活用具からヒントを得て武器化されたとも言われています。Thank you.
ここからは沖縄独自の鍛錬具による鍛錬法です。鍛錬法は科学的根拠の高いトレーニング器具として現在においても高く評価されています。しわりです。板、角材、瓦、バットなど、正拳、肘、蹴り、側頭蹴りなどで割り、空手の破壊力を見せてくれます。